時刻8時7分ですさあ月曜日のこの時間は健康に関する話題を届けしておりますまあ、健康を維持するために必要なことは食事、睡眠、そして運動ということで1日24時間の総歩行数8000歩ね意識して歩きましょうということなんですけれどもなかなか難しいですね6000歩まではね本当まあまあいけるんですけど8000歩ってやっぱりちょっと意識しないと無理なんですよね さあ1週間の私の歩数でございますがトータルで言うと歩を超えてる日の方が多かったです今週は土曜日が一番多くて14,529歩この日はね。で一番少なかった日は5千六百あ千六6 6歩ということで全然足りておりませんでした。 で一番少なかった日は朝午前中お昼過ぎまでずっとお仕事が続いておりましたのでスタジオで座ってるだけそのあのちょっと加圧トレーニングには行ったんですけれども歩くっていうことはほとんどしなくって夜には、えー、友達と食事に行くというなんかいいのか悪いのかよくわからないパターンの一日でしたで土曜日はですね私あの金曜日にお仕事が終わった後にちょっとあの東京に行っておりまして。 えー、土曜日の朝一でまた戻ってきて仕事をするというスケジュールだったんですけれども実家にですね久しぶりに帰らせていただきまして滞在時間が家にですよ8時間でもねそのうち寝てたのが5時間ちょいぐらいなので家族と接したのは3時間もないんですがその3時間のうち1時間くらいは母親にお小言頂戴しておりましたね。あ <laughs> もう本当にもう、まあ、いろんなこと大体怒られるんですけどあったら、まあ、その中で、えー、<laughs> 太りすぎだという話をですねすごいさあれって、まあ、あの家ですからね気抜いてますよねそれお風呂上がりとかねその別に家家族の前でピシーっていつもいつもね背筋伸ばして座ってるわけじゃないんですけどまあ大概怒られるんですけどねなんかいけてないと。ももううちょっっっと運動したらどてて言っても 言われて帰ってきた土曜日だったので夕方仕事が終わって帰ったにもかかわらずなんかそれがこう頭の中でワン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 となってたので走りに行きましたもう、まあ、続かないんですよその日だけなんですけどねなのでこの日はですね2キロ走って3キロ歩くまあ1キロ歩いて2キロ走ってまた2キロ歩くっていう運動をしたので。 1> 1万千歩近くなっております、はい、いやー怖いわ母親と思いましたけれどもねさあ私の1週間はこれぐらいにいたしまして先ほどあの産経新聞ニュースにも入っておりましたけれどもメタボ検診初の50%超えということでまあ目標はね70%なのでまだまだなんですけれどもまあ超えてきたっていうことはやっぱりそれだけいろいろと生活習慣病なんかの予防に向けてですね 受けとかないとと思ってらっしゃる方が多いってことですよねで厚生労働省の調査によりますと生活習慣病の一つ糖尿病の患者数は316万6 0人糖尿病が強く疑われる人の割合は男性で15.5%女性は9.8%だそうです、えー、この糖尿病に関する医療費ですが1兆2 0 76億円に今上っているんだそうです。で海外の研究では日本人の成人の糖尿病人口は720万人でその医療費というのは8兆円に上るというデータも海外ではね出てるんだそうですよ。でそんな中管理栄養士で糖尿病、えー、療養指導士の橋間陽子さんが糖尿病患者の 味の思考について調査結果を日本糖尿病学会で発表されたということでちょっとご紹介をしていきたいと思いますまあ、あのその発端はですね甘いものが好きだから糖尿病になったと患者さんが言うのを聞いて本当にそうだろうかと思われたんだそうですでこれが調査のきっかけになったんですが、えー、調査では 通院患者さんの簡単なアンケートをまず実施しました質問内容ですが食事には主食・主菜・副菜を揃える揚げ物を控える洋菓子・和菓子を毎日食べないといった食習慣を問うものが十項目用意されていました穀物・肉・魚・海藻類といったほぼ毎日食べる食品・食品群を答えるものが 13項目そして最後に「甘み」「塩味」「酸味」について「好き」「普通」「嫌い」というこの回答欄を設けておりましたでその結果ですね BMI が25以上、えー、HbA1c が8以上の人は「酸味」「塩味」「甘み」ともに「好き」 と答えた人が多かったんだそうです。で、あのこれはですねえー。hba1c っていうのは血糖値の指数ですね。まだいたいこれを目安にして、その糖尿病を測るんですけれども、bmi っていうのはあの肥満の度合いを測るものです。だから、まあ太りすぎかどうかっていうのと、その血糖値の数値をこれでこう。基準以上の人たちはやっぱりどの味も共に好きって答えてるんですね。ね 羽島さんが注目されたのがこの中でも塩味、まあ、例えば白米やうどんなど糖質を過剰に摂ると血糖コントロールというのが悪くなりますよねで塩味が好きということからよく聞いてみると例えばですよこうお漬物一切れで一膳は食べられますというように、まあ、塩味と一緒に糖質をたくさん取っているということなんだそうです。 つまり甘いものを取っていないのに血糖コントロールが悪い人は塩味の好みをチェックすればその理由がわかるかもしれないということなんですね。で実際に橋間さんが指導されている患者さんには塩分量を減らすことで食事の量が減ってまあ、減量にもつながるということだそうです。つながった人もいるんですって。また。 酸味が好きな人は比較的食習慣がよくてさまざまな食品食品群をとっていたということで酸味が好きイコール血糖コントロールを良くするではなく酸味が好きな人は食に気を使っているる傾向がある結果的に血糖コントロールが良くなっている可能性が考えられるんだそうです。え橋間さんが今回の調査で改めて痛感したのが「食への 無関心さだったそうです、えー、特に男性に多かったのが女房に任せているので食習慣や食べているものなどわからないという回答自分のことは自分でちゃんと管理しないとダメですよね本当に市販のお弁当を食べているのにまあ、油分を取っているかがわからなかったりポン酢には醤油が入っていない と思っていいる人がいたり菓子パンが菓子、まあ、お菓子ですよということを知らなかったという人も珍しくなかったそうですいやーすごいですね。あのまあ、こういう人ほど例えばですよ「何々が血糖値を下げる」といった情報を耳にするとその一つだけの食材を取ろうとするのでバランスよくこう食事をねちゃんとすることが重要なんですけれども。 偏りがちなんですよで多分あのきっとすすぐ飽きてやめるんですよね大丈夫ですか今耳痛いなもう朝からなんだこの放送はと思ってらっしゃる方こそ危ないんですがやっぱりですね健康で毎日こうニコニコっと笑って過ごせることが本当に大事じゃないかなと思うんですよね。 さっきあの酸味が好きな人は割と食事に気を使ってらっしゃるというふうな先生のお話がありましたけれどもその食事作る方の料理の世界で言うと血糖値が高い方ですね特にその糖尿病の方とかはよくその料理指導をする時にお酢をを使ってコントロールをしたりすするんですよ塩味が減らすんですけれども塩味を減らすとどうしても味付けが濃い方は 味がないって思ってて思しまうんですねでそこで、まあ、お酢なんかをこう多用して使うと酸味ってやっぱり口の中にこう入ってきた時にわワっと広がってくれるので食べてるという実感があるわけですよ。なのでうまく、まあ、酸っぱいものばっかり食べなさいっていうわけではなくお酢とかね酸味のものをうまーく使って塩の量を減らすっていうのはとっても大事なことです。もう一番簡単なのは 一日五グラムぐらいがまあ理想的って言われているので。まあ、もしもお家でお台所預かってらっしゃって、ご主人様のお料理もすべて私がという奥様方がいらっしゃったり。お料理好きの男性の方は、一日五グラムのお塩をまず量って小皿に置くんですよ。で、朝から夜まで、お塩は。これしか使わないって決めてみるんですよ。でも、実際には、例えば味噌の中にも入っているし、お塩の中にも入っているので。それだと。 多いんですけれども、多分それ以上使ってると思うんですよね。はい。まあ、あの、私自身も、もちろん、あの、他人事ではなく、やっぱり気をつけないといけないのが食生活だなと思っておりますので、特にね、糖尿気にされている方、やっぱりたくさん。